今日はもうゲストがですね、はいはい、すごい数盛りだくさんですからね。ね、まあまあすごい数言っても一人呼んでないのに来てるんですけど。ちょっと待ってください。ね、ベベさん。二週にわたって。じゃあ銀ペアやな。ちょっと待って。僕電話かかってきたんですよ。あの藤原ディレクターから。僕がケイスケさんとケイスケと。平成中村大将見てましてん、2人でまた行ってたんですよ。2人で行ってた、はい、プライベートで一緒に歌舞伎見たことない言うから見てたるわ言うて、ほ、うん、な見終わって出てきたらな、そうそうそう、電話なって、藤原お前言うたん、いなくなりました。藤原お前いなくなりました。中井さんになってる、中井さんになってます、中井さんに変わってます、もう中井でええやんか。できるんだろうね、画面映えしますからね。中井どんどん出世していただいて、すごいな、あそこに座った AD さん初めてですよ。そうですね、この番組ではね。どこ行ったん、いやいや、どこ行ったんですかね。編集して、今日はやつね、そうがありますから、編集してるわけですよね。でもまあまあそれはしゃあないよ、ほんで呼んでこっちが呼んでやったらしゃあないよ、こっちが呼んでますね。ケイスケお前それどういうことやね、やっぱりなんかそのなんていうの、銀ペがなんか必ずついてくるっていうのはどうなんですか、ね、僕に銀ペさんが、僕が多分銀平さんくっついてるかもしれない。いや何やかばいのってちょっと誘ったら来るんですよ、おいスーパー銭湯行こうか、うん、行く行くと、うん、もうサウナ水風呂ね、うん、一緒にで、いろんな風呂は僕はこっちの壺風呂入りたかった、好きなとこ入りゃいいじゃないですか、はいはい、ついてきまんねんや、その壺風呂入ったらそれ嬉しそうじゃないですか。ついてきてもらったちょっと公共の電波でイチャイチャやめてもらっていい、ちょっとイチャイチャがどうでもええどうでもええって言っちゃう。どうなの弟弟ですとか、いやこれはやっぱりこの今回またねやらはるみたいですけど、チラシがどんどん密着度が増していくんですよね。そうそうそう、お姫様抱っこしてる、いや二人ともまたええ顔してますね、なんかそうですね、どっちも世間知らんしな。そんなことされたってなんかどっちも知らんのこの何おっさんだよ。いやいや、まあ、ケイスケのファンやったらファンでな、ああなるほど、ね、やらはんねんけど、この人誰やねんいうことなの、いやまあ銀平にその銀平のファンやったら銀平のファンでやなあれけど、銀平とケイスケのファンが来んのかいな、これは大体どちらもじゃん、いやそれはまあそうですね、お前大体ファン何人おんねん。何人も今東京でそんなんどうやって数えるんだけど、大体わかるやろ、大体やったらこれぐらい来る、いやいやまあだからまあまあ少ないことはないと思いますよ。いやそうどうでしょう、そう我々一門の中ではやっぱり、まあまあ、だからその集客力はありますよね、雄平よりはありますよ、誰と比べたんですか。雄平は僕に頼って寝屋川の会ゲスト呼ぶんですから、毎年スペシャルゲスト銀平、スペシャルゲスト毎年。全然スペシャルちゃう、お前は俺を呼ぶやん、俺に会を呼ぶやん、はい、もう美味しいですからね、とにかくやってください。師匠のファンを銀平兄さんが取って、銀平兄さんのファンを雄平兄さんが取ってという、ね、そうですね、子会社買うみたいな、分社化してる、先細りの食物生産、だから子会社孫受け、下受け孫受けみたいな、いやいや、ケースケは何日本の大体が、はい、この間いっぱいなったやんか、この間あのビッグキャットで、わーすごいな、そうなんすよ、350ね、350はおるわけやんか、はいはい、まあ、来てくださいました、そやろ、来年もやります、ま、大きいとこで、350はおんのか、はい、その具体的な数にしてしまうとなんかあれですけど、お前のファンは350人以上、そっからね、多くなっていただいて、来れなかった方もいらっしゃいますか、その未知数、まあ、だからチケットを買えなかった方がいらっしゃいますからね、お前らよう考えてる、そのね時間をね言うたら4時間前後、4時間ぐらい、まあもっと5時間ぐらいをケイスケのため、俺らのため、お前のためにな、はい、それ来てくれるわけや、そんなもんどっかよそいかんとやで、うん、これすごいことやで、考えたらお金払って電車賃払って、せやろ、その時間をかけてくれるわけや、はい、これすごいことやで、素晴らしい、ありがたいことです、ね、今回ビッグキャットに九州から来てくれた人、いやうわすごい、九州からと逆は岩手からも、いやー全国で、なんで来はったん、それは九州もお客様が普通に来はったん、はい、それはそういうところにツアーとかも行ったはって、そこでこれはね、あの僕の YouTube を見て、おー、いやー今だからどんどん YouTube 出せと言うてるやろ、お前から社長バンバン出すな、社長あのやってますから、一緒にやりますから、いやいやもっと社長って谷町っぽくして谷町っぽくね、安っぽい、確かにね、大阪の落語界のおっちゃん、たまにこんな人いらっしゃいますよね、やだよ、お客さん、お前やったやねん、お前もうちょっとテレビ出たやねん、お前やったったの人、簡単に言うな、お前それ同級生に言われた、お前どういう
そんなとこから来てくれるわけやろ。ほんまや、はいはい、お前の何にあれやねん、あの、うん、この歌やとかいうのあんのかいな。あけど「勇気の種」っていう曲が好きって言ってくださる人がいて、この間も、うん、あの天文学者の第一人者であられる渡辺先生っていう方が、うん、渡辺なんていう先生、渡辺淳一先生っていう方が、うん、渡辺淳一かいな、あの小説家と同じ名前ですね、うん、の方が偶然僕プラネタリウムで歌ってたら、うん、偶然あの奥さんと旅行で普通に客席に見てたんです、うん、で僕の歌を聴いて勇気の種を聴いてすごく感激したって言って、うん、CD 早速買ってくださって、うん、東京の方でもラジオ局とかいっぱい流してくださって、うん、そのプラ天文学の人がラジオ出てはんの、あのゲストで呼ばれたで、あ、ね、お前の CD を見てみ、俺みたいにそうやって社長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 アイフルの CM みたいな、なんかあのくり抜きのコマーシャルみたいな、生コマーシャルみたいな、黒見さんもやめてください、勇気の種のちょっと一曲歌ってくれや、今日は生で、あ、生で持ってきて、いや別に生でなかったら CD 持ってきます、 CD、 ほんでそれ先かけようや、聞きましょうか、じゃあね、勇気の種、嬉しい、まあまあそういう出会いというのはまあ不思議なもんやな、いい曲ですね、優しい声ですね、まあまあ、でも最初に歌い出した時ちょっと銀平の声似てたからね、びっくりしました、もう分かったです、これリスナーさんに言うに、ね、分かりやすいんですか、今の銀平兄さんですか、分かるだろ分かるでしょ、さすがにお前いつ絶対分からんぐらい、絶対分かるわ、まあ、ほんまに、いやいやでもまあ今も作ってんやろ曲は、どんどん作ってます、はい、ずっと作ってます、で CD はいつ出すね、来年春過ぎぐらいに出す、新しいアルバムね、よくあの知り合いなんかが今レコーディングであの、ね、スタジオにいますよねんけど、うん、ここはどこやんねん、大阪のスタジオもやる、基本いつも大阪のスタジオで、よくあのレコーディングでもあの部屋に入りこもってるからちょっとあんま時間ないいうのあるけど、ケースケ割と時間あるよねお前そんなずっとこもってないですよ多分そのおっしゃってる方もこもってないの、ずっとはこもってない、なんかたまになんか1週間缶詰、うん、まあそんなん聞くねんけど、あれ嘘な、いやあの多分プロの方は契約で1週間でもうお金も決まってると思うんで、うん、もうここまで絶対取らなあかんっていうの、あ伸びればまたお金が発生して、うん、どんどんかかっていきますんで、うん、それはない分いつでも行けるということやな、っていう場所があるんですよ、僕場所があるの、そんなところスタジオが、はい、今日はここまで今日はここまで、そう自分で決めれるんで、いい環境はあるんですよね自分の前、ちゃんとした CD なのちゃんとした CD です家でパソコンで聞いてもらいました、どういうことですか、今聞いてよちゃんとしてますやん音も飛ばへんしどんな CD ですかちゃんと撮りますよちゃんと撮るよ、じゃあ、はい、まあまあコンサートもいいやろかあれやけどもやな、はい、今銀平がついてるからなんかこれ怪しいで、ちょっと待って、別に僕抜きで付き合ってくださいよ、宣伝隊長全然怒りませんよ僕、そんな、うん、なんで俺通さへんねんとかね、怒りませんかおかしいですよてか銀平兄さん通さずにケースになったらちょっと不機嫌になるんですか、そう前提で怒らへんけどちょっとん俺はってなるんですよ違う違うかも、そんなことないって大丈夫やね、どんどん僕は自分で羽ばたいてほしいから、全然関係ないあのあれでもう銀平抜きで読んでいいねんね、もちろんじゃないですか、それが嬉しいんですよ、あほんま、けどもしかしたらね、あの朝まで生鶴瓶とかやる時の あのギターで圭介さんめっちゃ嬉しいです、いやほんますか、その時でも銀平兄さんも歯ぎしりしながらもう寝られへん思いますけど、それはまああの浮きさんに聞いてどっかにおるかもしらんで、ね、どっかにいつもスタンバイ情報はねいくらでも入ってくる、やっぱり銀平さんが僕についてきてますね見たいねすごいな、まあ、すごいよね、暇やん情熱がね、情熱がすごいな、昨日なんかうちのあの純平があの他の弟たちに挨拶しとったんやけど、今月2回しか仕事ないねんだけどそんなもんなの純平兄さん、はいはい、いやまあ大げさに言うてはるんじゃないですけど、それはオーバーでしょ、それは大げさやと思います、よう返してますよ、あの兄さん一問の中でもね、会の数だけで言うと多分純平さんが一番多いじゃないですか、あ、そう、今月って始まったばっかりそうやてか年内ってことになりますか、年内やろな、そうそう来年っていうの2回ことはない、2回ことはない、まだあんねんね、お前らどれぐらいあんねんな、今回は
今月ですか、うん、今月13本ぐらいいやリアルな数やすごいじゃないですか。そうそうそうこれやってますよ。いやそれには負けますけど、あと今月は12、13が2つやろ、うん、で16、17、19、20かようやってるやん。ほんで28、29、30、31おー、うんはいはい、ケイスケとはそれいつやんの。ケイスケは26ですね。このおたぎ話これはあの歌ですから、歌とトーク次の日ですからね。26日土曜日 どこでやるのそれは。 ありがとうございます。中津にございます美濃屋ホールですね。いつもそれやってる、ね、はいはいホールですよね。年2回何人ぐらい入るのそれ。80ぐらい ね、 ですね。ああ、ね、ちょうどいい感じのね距離感でね、うん、そうそうあの二人芝居をやらせてもらってね、マリに見に来てくれてね、ありがとうございました。どんなやったの二人芝居。めっちゃ面白かったんですよ、うん、ベベさんのその二人でやったら掛け合いと個人のね、うん、個性が面白すぎて、アフタートークに出てもらった。あらまあ、アフタートークで前ゲストで。あそう、いや何笑ってんの。いや面白かったですむちゃくちゃなんかね、むちゃくちゃなこといっぱい喋ってただけですけどいやベベはほらあやめ姉さんが作ったあの映画あるじゃないですか、はいはいはい、あれであんた自然やな映画あの演技。いやいや演技うまいですもんね。ゆうへいも言うてたわ。あほんまですか。ゆうへいさんが言うて珍しいですね。そうゆうへいが人褒めるって珍しいですよね。まあまあでも褒め方にもねひがみがちょっと入ってたね。あやみ師匠の映画ありましたですね、はいはいはい、あの師匠がね、うん、主役ね。そうちょいちょいドラマとか出てますよね。でもちょいですけどね。そうなんや、ちょい役ですけど。いやそらそんな言うとお兄さん出てるじゃん。いやまあ今や朝ドラ出してるけど、いつも出てんのあれ。いつもでもないですけど、まあ出る時出へん時とか、かなりの確率で出てんのよ。私いつも見てますけど。今でもすごい人気やからね。面白い、あれはいいドラマです。影響あるの。お前その逆に影響あるわけ。銀平が出てるっていうのは まだないですけどね。まだ言われませんけどね、でも一回出ることででも次に繋がったりとか。まあまあね、同窓会行ったら喜ばれましたわこの間。ね、みんな見てます。朝ドラ出てる人にビールついてもらえた言うてね、喜んでくれましたけどね。まあ年明けちょっと僕がバシン決めるシーンがあるんで。おお、そうですか。ディーン・フジオカって出てますやん、はいはいはい、五代友達も役してる。どんな人やん。ディーン・フジオカさんって違うの。ずっと今度な、A スタジオのゲストやん、全く違う。ディーン・フジオカさん、あ、ええやつですよ。いやええやつやろ。ディーン・フジオカ。ディーン・フジオカだから今もうブレイク、大ブレイクですやん。あの朝ドラで、朝が来たで。あ、そう。じゃあ逆輸入、日本人なんですけど、まあでもクォーターぐらいなんか、とにかくずっと香港とかインドネシアで、俳優活動されてて、日本でお仕事されるのはほとんどこれが初めてなんですよ。ほんでもう朝が来たでボーン火ついて、もう火ついてんで、えらいことになってますよ。すごい人気なの。すごい人気ですよ。ディーン・フジオカ、はいはい、4カ国5カ国語とか6カ国語とか、中国語で、すごい。これ今度あの出たディーン・フジオカって、誰やねんと、誰やねんと、プロさん走る人かなみたいな。ディーン元気、あれはやり投げ、やり投げです。ディーン元気。俺あれと間違ってた。ディーン藤岡さん。なんかねボクシングもねやってね、やってはってね。あのフィリピンにパッキャオっているじゃないですか。はいはい、5階級ぐらい。あのパッキャオのにあのグローブにサインしてもらったなんか突き上がるみたい。パッキャオ。すごい。でもハートのええ人で、ほんであの僕に。だから落語も全然知らないから、落語はどこに行けばいいんですから、繁盛的ではないよ。金平さん出るんですか。お、今度出ますよって8月のやつ渡したんですよ。8月お盆ぐらいにおった時に、三浦銀平二人会、この日あ行けそうだなって言って、まあ来えへんで、やっとまあ10月にあの梅団地兄さんの会に行ってはったみたいな。まあとにかくだって行くんですよ。偉いね。勉強家ですね。ディーン・フジオカ。そのディーン・フジオカに僕が年明けバーンかますシーンが、へえ、もう撮り終わったんですね。もう撮りました。綺麗な顔の人やな。かっこいいですよ。そうそうファイティングポーズ。ちょっとまあ言うといてください。かっこいいね。いいお芝居をされる。A スタジオ。いや僕おそらく A スタジオそろそろ出てくるんちゃうか思ってました。出てきました。ディーン・フジオカ。社長。すぐ社長。ディーン・フジオカさんも売り込んでますよ。神戸の谷町。安い谷町。金あれ。紹介者の方もめっちゃうまいですよね。そうですね。ほんまね、はよ自分のプロデュースせなあかんねん。プロデュースすごい。ただやっぱ弁が立つからね。プロデュースが上手だよね。
方いますもん、ね、やっぱ自分のこと言うとやらしになります。そうやね、自分はねやらしいからね。都も、もう人のことばっかりちゃんと言うよね。あのあんたの人生はどうのこうの。都さん、都もね、なんで私いつ売れますかね、兄さん。知らんちゅうの。あ、ディーン・フジオカね、これやったよな。なんだ、いくつぐらいやろ、ディーン・フジオカ。30半ばぐらいちゃいます。あ、そんなもんなんですか。いい年。まあ、これぐらいの年の人がこの頃よう売れますからね、男性も。ケイスケも同い年ぐらいですよ。35なんで。あ、ケイスケさん35です。ちょうど一緒。そうなんですね、はい、もっと銀兵兄さんに近い感じが。そうそう、僕33ですし、結構老けて見られる。兄さんは2です。僕33ですから。あ、僕4の年ですから。あ、僕の方が上ですか。そうですね、はい、1年上なんですね、僕。あら、うん、そうですか。え、誰が一番上やの？この3人では、はい、この3人ではケースケ。お前は？僕33ですね。僕33ですけど、今年4になります。うん、へぇ。マリーも30やろ？まだです、29。いや、もう30やんか。いや、違う、9。全然違う、全然。福ちゃんも29。私28ですね、まだ今は。はい、福ちゃんはもう42、3に見えます。そうやな。ディーン・フジオカさん35歳だ。35歳。一緒や、一緒。まあ、福ちゃんはあの人に出てね、コウさんよね。いや、その、これで優勝者韓国のコウさん、優勝者泣いてはって泣いてないですから、私はパターボー、私じゃない、パターボー。あの人と同じメガネかけてる。違います、別にそここだわりないです、全然。鶴瓶さん、三四郎さん、田口真理さん、こんばんは。こんばんは。僕のいとこが落語家で、落語界にもちょくちょく見に行っていますが、そのいとこである、桂米吉の20周年記念公演に鶴瓶さんが福岡公演のゲストとして来てくれはるんですと。ああ、そうなんですね。ほんまに嬉しいです。米吉と鶴瓶さんがどんなトークをするのか楽しい。米吉ほとんど知りませんからね、僕。トークもしはるんですか。あの人でも達者ですよ。僕仲いいんで。ああ、そう。一緒に会もやらせていただいて。顔は知ってますけどな、はい、そんな喋ったことないからな、はい、うん。まあもう本当に腕はすごい確かな人で。めちゃくちゃラグ上手です。ああ、そう、はい。電話かかってきて、お兄さん出てくれませんか言って、どこやねん言ったら、あの北九州でえらいとこ行かすねんな。もともと北九州の福岡、九州工業大学ですね、国立の、すごい九州工業大学出身で、うん、落語家になられてるんで、うん、はい、まあすごい方。まあまあでもこれ出るらしいですけど。そうなんですね、いとこ。あ、ほとんど面識ないんですね、まあ、そんなないですね。吉ちゃんも早死んだしな。はいはいはい、うん。あの弟子の中でやった吉屋とかね、うん、はいはい、それから、うん、あのあいつやな、新吉ね、新吉はまあ、よ、あの仲良いからね、あの笛吹いてもうたりしてますから、はいはいはい、うん、男性の、皆さん質問です。ちょっと朝時間がなくて髪をポニーテールに束ねただけで会社へ行きました、うん、すると男性陣から感じ変わったな、可愛いなと褒めてもらいました、うん、男性はポニーテールが好きなんですか、はいはい、髪型を変えるだけでもモテるようになるならこれまでエステに行ってたりダイエットしたり努力は何だったんでしょうか。いや、髪型は大事ですよ、うん、大事ですね。僕はもうショートカットやったら、まあ割と誰でもパッと見てもらいますからね、はいはい、ショートカット。僕が好きって言ってもらえますね。ショートカット大体好きですよ。僕はあれです、うなじがやっぱ好きなんで、髪の毛をアップにしてる女性が好きですね、うん、アップにしてる瞬間が好きやね。キュッと上げて何回止めたら、あるいはそれを外す時とか、仕草がね。俺はでもあのね、全然関係ないけど、髪型じゃないんだけど、その全体のこのなんていうの、ワンピースでシルエットが出てるやつあるやん、はい、あ、いいですね、あれなんかやらしいな。いいですね、あの最高ですね。バドスーツみたいなんですか。そう、はい、最高ですね。それはもうやらしいですよ。あれなんでやらしい。それはやらしいよ。あれミニよりも長い方がやらしい。長い方がやらしい。長い方がやらしいですよ。あれでね、あのブラジャーしてなかったもん。そう、あれがそれはないです。そんなにあれじゃないですか。うちのが西新宿におったで、それ俺あのマッサージ行くのが遅らせて、もその人の言ったあのコンビニ入って行ったわ。一回入店で。ああいう人ってね、LINE 出たらあかんから、ティーバッグ履かはるでしょ。あれがね、色ちょっと見えてる時あるんですよ。もうその時はね、ほんまにもうついていこうかなと思いますね。いやいや、ほんまあれ色っぽいよ、あれ、うん、どんな人でも何笑ってんの。いやそういう目でやっぱ男の人は見てんやな。めちゃめちゃ見てる。そういう服やろ、あれ。あれ着ないの、なんで着ないの。え、ティーバッグもなんか、なんで笑うよ。ティーバッグ持ってるの。持ってます、持ってるんですけど、履かない。
吐かないよ。ティーバッグが毎日吐けば毎日。いや食い込みがすごくて。くれ。食い込ますためのもんやのにあんなもん。ね、そうですよね。使ってないよ。そうそう。使ってないやったもう。使ってないと。あるしを剥がして吐いてる。俺が吐くでしょ。何に使うの？吐かなくていいでしょ。吐かなくていい。塩吐いたら。けど男性のティーバッグもありますもんね。僕持ってますけどね。お前持ってるの？のためね。でもねやっぱねお尻にちょっとねあのティーバッグ貼り付くような気がしてちょっと嫌ですね。嫌な嫌なの。それいやもらったんですもらった、はい、お客様からね、うん、もらった一応まあ1回ぐらい履かなあかんなって思ったね、うん、やっぱねあの毛をちゃんと処理してないとねものすごい残ないですよまあまあそれは、うん、でもそんな誰にも見せへんからなそれは嫌そうな顔せん嫌そうな顔せんといてそうあの落語家のね副社長ティーバッグですねいつもお前な泣くぜいやほんまですよ立ち上がった副社長副社長ティーバッグいやでもほんまですよいやもちろんマイクから離れてますけど声がそうですだからあの着替える時着替える時ちょっと恥ずかしそうに着替えますからなんでそんな履くんやろ副社長いやねやっぱ声直せ俺みたいな声じゃ独特ですからすごい収録中立ち上がらったん今年初めてじゃないですか初めて見たらティーバッグってそんなもんなご存知なかったですかこれ分かってみんなかそんな情報し、はい、てますしてます、はい、なんでかしら隠すときに前を隠してケツ丸見えで着替えるちょっと電話しようか電話しなんで電話しなんでなんでいやいやめっちゃおもろい持ってるか副社長いや副社長であの電話番号一応手元にありますか副社長電話番号でいいのちゃうかこっちでそんなことないでしょいやいや持ってはないからスタッフがバタバタしております、ね、なぜ履いているのかっていうのを聞くんですか、今銀平さんが電話番号を調べてます、ね、服のセンスもすごくて、うん、ピンク色の靴下とか履くんですよ、膝丈まである、でベルトとかもピンクなんですけどあの娘さんがいるんですけど娘さんとベルトの取り合いで殴り合いやって娘さんの前歯折ったんですよめちゃくちゃちょっと変わった人なんですよね面白いです、はい、師匠って携帯持ってらっしゃらないですよね確かあのねなかなか出ないことが多いんですけどね出よれへんのかいなあ繋がらないかもしれないんですね、まあ、仕事やもって出よれちゃう番号やったらどんな引っ掛け方なんですかすごいリアルですわすごいリアルです知らん番号仕事やと思ってて知らん番号仕事や思いますからなんで履いてらっしゃるのかね気になるところなんでティーバッグ履いてるのそれは聞いたことなんか意味があるんでしょうね理由は聞いたことないです確かにあまあ可愛いよね仲いいまあ電話してもらって可愛いやん仲いいわはいもしもしやっぱり出よったもし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 、はい、あ鶴瓶ですあおはようございます今 NBS ヤングタウンから電話してるんですけどね、はい、突然電話でごめんなさいはい何でしょうあのいや何でしょうって大体何の電話か分かるやろ鶴瓶からの電話やからはいあのお前の話題になってんねや汚い声で安定の安定の急にね喋ってる時に、はい、うちのベベがね、はい、副社さんは、はい、ティーバッグやと言い出したんですよ俺ちょっと戻し、そうそう戻しそうになったんですけどねなぜティーバッグを履いてるのかというのをね副社に電話しようと師匠すいません言ってしまいましたそんなことでわざわざ俺はいやわざわざこれねものすごい大事ですよ俺一瞬お前のティーバッグ想像したもん迷惑 や想像は事実ですからねまたなあ、まあ、ザオ兄さん今度ちゃんとお見せしますけどねいやいや見せない見せないいや想像と実際とはちゃいますからどんなんどんなんどんなんなんでいつからそのティーバッグをね副社は今も私ティーバッグ入ってますよお見せなきゃいけないからねそんな気をついてないんでね、この手割りは。だから、いつから履こうと、いつ履こうと思って、ティーバッグ。いつからって記憶ないですけど、もう20年ぐらい。20年前からティーバッグで男性用あったんですね、師匠。あ、桂三四郎です。あ、三四郎です。お久しぶりです。あ、三四郎もね、言ってるんですけどね。今、場所はどこなんですか？これ、NBS です。毎日放送ですけどね。お前のティーバッグでものすごい盛り上がってるこの師走にこれ流れてるんですか流れてる流れてるんですか放送ですね兄さん師匠ちなみにティーバッグの色は何色を履いてらっしゃるんですか今日はねあの黒ですわ今履いてる私持っての8割ぐらい2週間ぐらい笑える8割ティーバッグ兄さん銀平ですおはようございます。その兄さん、ティーバッグ履くメリットは何なんですか？あのね、
着物着た時に線が出ないと言われてる。誰も見えへんと思うけどな。全然でも。あやとやから関係ないんですけども。女性と同じ感覚なんですね、そこはね。いやいや、まあそれはそこまでプロ意識が、ね、高い。ほんなら教会で全部ティーバッグは履いてほしいぐらいやな、福ちゃんは。いや、そこまでは。ほんなら自分の師匠のあの、福男児のお兄さんは、福男児のお兄さんはティーバッグなの？わざわざ師匠着替えるときにシリなんか見ませんけどね。あのうちの師匠はトランクスですわ、いつも。いや、めちゃめちゃ有名らしいで、俺、ええ副社ティーバッグか言うて、今このこいつだって盛り上がってたんですけど、みんながそれ見てるの知ってますか、副社。いや、みんなが見てるが、着替えるとき、別に見せるつもりはないけど、見えることはありますわね、それは。それは僕たちも見えますよ。あの繁盛亭でもね、楽屋のカーテンありますやん、はい、あれは大体女子用ですわね、はいはい、あの春の恵子さんとか、はいはいはい、まあ、次の宮子さんなんかもええやろと思うねんけどね。本当に立ってくれ。いやね、いや、まあ、まあ、そういうのもいいんだけど、うん、女の人が着替えるようにあれしてるのに、私があそこ入って着替えるのもおかしいから、まあおかしいよね、普通に着替えてたら、別に、うん、見せようとするわけじゃないけど、まあ見える時はあるかもわからない。今度ちょっとあの教会の会議にね、出させてもらうわ。副社のティーバッグについてるね。師匠ね、やっぱ隠してらっしゃるんですけど、あの冬場はいいんですよ。夏場になったらね、夏場になったらあの牢の襦袢で隠さはるじゃないですか。牢の襦袢でティーバッグを隠す。ティーバッグはね、透けてらっしゃるんですよ、牢の場合。結構シースルーで透けてらっしゃいますよ。あの自分のね、お尻とか背中いうのは当たり前けど見られへんからね、なかなか。なるほどね。だからあのベベさんやその銀平さんが私のお尻をそんな風に見てたのは私。師匠申し訳ございません、ベベです、よく見させていただいてます。そんな風に見てたということを想像することが腹立つわ。面白いな、はい、ありがとうございました。なんか突然の電話で申し訳ございませんでした。びっくりしました。はい、はい、あの NBS ヤングタウンからの放送でございました。はい、失礼いたします。どうもどうも、失礼します。失礼します。失礼します。お疲れ様です。やっぱり仕事やもんてよったよ。いや仕事やもんたかどうかわかりませんけど、謎が解けました。謎が解けました。謎が解けました。いやーでもね、黒のティーバッグはセクシー。男の人だってセクシーでしょ。まあいつ50過ぎてますからね。過ぎたの過ぎたの。50過ぎてるおっさんが黒のティーバッグ。決まった時に線が出ないように。出ないようにね。おしゃれやな。そんなん考えてたんすか。お兄さん一緒にね、副社長と二人会とかされてて。やってます毎年。ご覧になられてませんか。見ないですね。めちゃめちゃ持ってますよ、柄、虎柄とかも。なんでお前そこまで知ってる。いや、僕結構なんか結構手伝うこと多いんですよ。ショッキングピンクとかもありますね。ショッキングピンクある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 。そうか、僕らぐらいったらその着替えの手伝いすることないから。そうですね、ギャリアが反対に知られてないですね。ああ、そうそうそう、前隠してお尻出しますから。ケンスケは何やの、そのティーバッグをそんな持ってないの。持ってないです、持ってないです。僕は持ってない。よかった。だから僕は副社兄さんよりケンスケのパンツをよう見てますわ。何のこっちゃだよ。スーパー銭湯行ってますから。もうそれはパンツどころか。どんなパンツ履いてるの。どんなパンツ履いてるの。あのあれボクサータイプやな。僕ね、な、うん、そうですよ。何のこと。男同士でパンツの話が興味ある。関係あれよ、ほんまに。パンツはね、まあでも大事ですけどね、パンツね。売れるやつとかもありますから、うん、やつパッと脱いだ時にカッコ悪いの入ったらヨレヨレの入ってる。あかんかん、パチッとしとる。俺なんかやっぱあの64歳で、うん、もうじき4ですけど、すごいおしゃれなおしゃれなパンツ履いてますよ。どんなんどんなんですよ、ちょっと見せていただきましょう。うわー、うわー、おしゃれ。うわー、ちょっまあ、あれやるかなと思いましたけど、ラジオでよかった、本当にやるかなと思いましたけど、ラジオでよかった、ラジオでよかった。あのアイフロントで見ました、アイフロント。やってません、やってません。何もしてない、何も起こってない、何も起こってない、完全なるアイフロントで見ました。何も起こってないけれども、今ガラがね珍しかったからちょっと近づいてガラ見てたら景色変わった。ガラや、ガラ、ガラです、ガラです、ガラですよ。ずっとバナナやったやんか。なんか根がついてるバレーションみたいな。いや、そんなのそんなのバレーション、そんなのはないですけど。鶴瓶さん、男性の皆さん質問ですと。普通にいけますね。ちょっと朝時間がなくってポニーテール同じの。それ同じのやつ。同じのやつ。師匠、一番動揺してるの師匠や。今めくるのにつばつけましたけど、さっきまであのアイフロント触ってたところ、よう舐めますね。
自分やからええけどね、はい、先日ちょっとした用事でラブホテルに行きました。用事があった。そこでちょっと気になったことがあります。お金を払わないとドアにロックがかかり外に出れない仕組みになっている。どういうことなのこれ。もし火災になった時逃げられないのではないかと心配になりました。まれにラブホテルの火災で亡くなる人がいますが、安全対策遅れているんでしょうか。どうでしょう。そういう時にはロックが解除されるんじゃないですか。例えば避難警報がなっとカチッと開くなってるとか。でもラブホが火事になったらえらいことやで。いやー大変ですよ。ほんまにそれでね。ありますけどね。堂々と2人で入れる人ばっかりじゃないかもしれませんしね。一度は南のところでね、僕じゃないですけど、ボヤーでみんなでもう逃げたらしいです。はあ、そうなんですか。逃げて、という前ですけど、その時はどうなったんですか。ほんでこっち溜まってくださいって、もうみんないっぱい出てきて、はいはいはい、顔とか隠さないといけないでしょ。隠すっていうか、もう20代でしたからね、まあ僕は違うというお友達がねいらっしゃって、やっぱ頭で分かったりとかするんじゃないですか。また相手がものすごい年いった人やったから、お友達がねやっぱり趣味の方が言ったんで、うちの兄弟子が言ったんで、兄弟子ね、で逃げるのに時間もかかるし、時間かかんねん。そこ集まって消防署の人が来てね、消防署 もう逃げる時にもう逃げようとぼやぼやしてたら、こんな人が入ってきたらしいわな、銀の兜かぶった人が、それで逃げたんようやく。俺じゃないよ、知り合いの方がこんな兜かぶった人がバーッと入ってきはったらしいの。そうだ、新聞に載らないと。いやいや、そこまで有名じゃないときゃ。いやいや、俺じゃその方がね、その方がその方がね。だからそのブティックの偉い年いったおばちゃんに騙されたみたいな感じの時やったよな、その方がね。騙されながらも騙しに行くという、ね、いやいや騙し合いやった。アホのホステスみたいに言うホステやんなもん。いやいや、それ僕じゃない、それだけ。そういうなんて困るよね、その集まったら。あ、そうですよ。あ、そう、まあ、どう僕らはど、あ、僕らというか僕とマリリンだけが独身、うん、あ、まあ福ちゃんも、うん、独身はね、ケイスケさんもそうかもしれませんけど、独身の人間は別に全然やましいことないですから、それはね全然恥ずかしくないです。ラブホなんてそやけど、もう長いこと言ってないやろ。いや、行った、私行ったことがないです。取材で1回だけ行った、プライベートでもないんですか。ないです、ないです、プライベートでも、1回だけ取材で行きました。もうホテルだと普通のホテルなの、周りに。ラブホなの、ラブホを使うことあったの、昔ラブホ行ったことあんの。行ったことはあります。あ、どんな感じなの最近。いいでしょ、行ってたって。でもあれでしょ、最近のラブホってすごい綺麗でしょ。最近はちょっと知らないですけど、一番最近で言うといつ行ったのかな。2015年。今年や。具体的に具体的に言う。15年12月、うん、12月以内に行った。いや今やん、行ってないって。行ってないよ。まあ、最近なんか女子会をね、ラブホで、ね、私の友達とか本当にラブホで今女子会をすごくやってて、だからDVD も見れる女子会プランっていうのがもう、はいはいはい、そういうプランがあるん で、しかもめっちゃ安いんですよ。一人3000円とかで、そのものを持ち込んで、特典としてデザート後も出てきた。何人入れんの。何人でも入れる。多分一人何ぼか払えばみたいな感じ。カラオケボックスみたいな。女の子ばっかりやで。ゲストで落語しに行きたいですね、もうそんなの。本当に行きたいわ、やりますよ。女の子ばっかりや。女の子、それはもう本当女子会として、女子で DVD も見れるし。 DVD ってどんなもん。それはもう持ち込んで、持ち込んで見れるし、まあカラオケもあるところもあるし、何でもできる。なんでお風呂持ち込んでええんだ。そうそう、落語も呼べますよ、全然していらんっていう。もっと格安できますね。格安で一人だけですよ。ラブホ寄せ、ラブホ寄せやりました。ケイスケなんかはそういう、そのなんていうか、まあもちろん、はい、まあね、歌手ですからラブホなんか行かないでしょうけど、はいはい、いやいや、どういうことですか。それ言ってもラブホ行っても悪いことはない。全然何にも。この間ユーミンが言ってましたけど、はい、そのなんていうか、自分の経験を歌にしたらもうキリがないと。だからそうじゃなく、映画を見たり、なんか、リュージュの伝言、あれなんか映画を見て作ったりしましたね。その当時はもう言わなかったけども、そういうのを作ったけど、ケイスケの場合はどうやって作るの。けどそういう気持ちは分かりますね、テレビとか見てて。僕ハワイ行ったことないけど、そういう特集をしてて、ハワイの観光地というよりもそのネイティブな、その昔 の、ね、まあ、いろんな民族がいて争って、それがあってのハワイっていうのを特集してて、なんかもう
その番組見終わったらすぐにできた歌。ハメハメハの歌。そうですそうです。ありますよ、あります、カメハメハの歌。けどそういうか、あの触発されるっていうのはあると思います。あ、そんな歌作ったん、ちょっとこな、え、なんて歌、神の島っていう。ちょっといける、いや、触りだけでいけんの、ね、いや、簡単、触りだけでいいところだけでもね。もうちゃんとカボの位置も覚えてんじゃん。覚えてる、神の島。細かいこと言わんで。カボ言うんですね、あれ。カボタスとね。ケイスケの動きを全部実況し て、さっきも手動かしてたらマイクの当たりすぎちょいちょい下げろみたいなやつましたから、ね。プロデュース、どこの優秀なマネージャー、母さん。素晴らしいですよね、うちは。城南電機の社長。それでは、社長の違います。神の島です。風の声、波の音、太陽の島、いにしえの罪の雨、混血の民、七つの海を越えてあなたに会いに来たんだよ、この島に。希望のバトンつないで、命のリレー、どこまでも今というバトンつないで、歴史のリレー、どこまでも。全部歌えるような歌詞が出てくるうちのね。ハワイのでも海が今ちょっと頭に浮かんで、もう喋らない喋らない方がいい。社長、僕らが言いますから。浮かびましたやろ。どないだどないだどないだ。せっかくのハワイは急に天ヶ崎に戻されましたから。急にひどいよね今の。曲忘れちゃった。良かった。そう、良かったですよ。あんなさ、それを見て、ハワイを見て、それをできた映像を見てね。そういったこともないんですけど、なんかこう、なんか入ってくるんですよね。不思議やな、そういうのね。不思議じゃないですね。で、だからあのユーミンのあの名曲なんかも、その、そういうのを見たっていうね、言うてましたね。だからあの、今、だからラグビーがね、人気ですけども、ユーミンさんのあの曲で、ノーサイドなんかも、もちろんラグビーなんかしてないんだけど、聡明線かな、早稲田と明治を見たのかな、うん、それで、そうそう、ノーサイドでしょ。うまいこと作ってるよね、ノーサイド。どこからでも音楽になるんですね、あるんやな。天才というのはね、一瞬のひらめきがやっぱバッと広がっていくんですよね。俺らがそのあこれおもろいなと思っとることを、ま、あの枕で喋ろうかって思うような感覚は、はいはい、まあ言うたら、まあ、言うな、圭介にはないわけやんか。うん、あこれおもろいなっていうの、俺らはまあそこがあるわけ、これおもろいなっていうのは。これを喋ろうとかっていうのはね、うんうんうん、みんなそれぞれ職業は違うからそうだけど、はい、やり方というか取り方は違うでしょうね、うん、受け取り方、うん、アンテナ張ってますけど、僕らは歌詞になることをなんかこうないかなって探してるんで、言葉とか、うんうん、いい言葉を探してるんですね。そうですね。でこの間も電車乗ってたら、うん、大学生の2人が喋ってて、うん、まだ出会ったぐらいなんでしょうね、予想しかったです。男と女の、男と男が、男と男で、僕はあの大学院で研究してるんですっていう、で僕はその言葉聞いててなんか話してあるわと、ナズナの研究してるんですよって大学院の、ナズナって、どんなに嵐とか来て倒されても何があっても立ち上がるんですって。その研究を300年やってるけどまだ解明されてない。なぜ立つのか、そう、なぜ立つのかを僕も今研究してるんです。へ、あ、なんか使えるかなとか、あ、すごい、そこからまた価値が、そうそう、あ、これ使えるなとすぐ目張りました。ほー、なんかでもみんな張ってんねんお前、うん、ちょっと張ってますよ。この一緒に飲んどったら寝てたんですよ、居酒屋で。いやいや、もう早く帰りたいねん。ちょっともうお疲れなんでしょ、帰らしたってな。だいぶ話長いなと思って。いやいや、これからこうしていかなあかんちゃうとか言ってたな。それが社長、その前やね、爪楊枝でね、耳かいてまんねん。もう何しとんねんと、俺が喋ってんのに。いやいや、爪楊枝で耳掃除すな。解放したれ、家の方が浮かぶねん、お前と一緒に。お布団が、そんなん言いますか。
けど、この間銀平さんとあのスーパー銭湯行った後いっぱい飲んでたんですよ。ほんだら料理も出てんのに爪切り出したんですよ。ほんでちょっと爪が伸びとったんや。切り出してあんだけ自分僕に言ってたのに、その爪がポンって飛んで、あわ料理に、うまいこと、いやビールに入ったんですよ。ケースキューのビールに入っちゃった、最低や、最低、最低、最低、修行した人とは思えない。歌にできないですよ、歌にできない。それはいやもう全然できないです。当たり前、爪に飛んだビール、爪に飛んだビール、爪が飛んだビール、冷たいはずのビールが飛んだみたいな。それはそう、あんだけ言ってたのに言うて、お前ら何してんの。仲良しエピソードもうええわ。渋谷区でパートナーそういう制度がスタートしました。はいはい、同性でも、ね、同性のパートナーを役者が認めてるそうです。、うん、ヤンタの皆さん、同性には興味がないとおっしゃってましたが、強いて言うなら誰と1ヶ月限定で住めますか。全然無理やな、全然無理。そうやな、1ヶ月限定で誰か同性ですもん、誰かと住め、この中だったら、ね、この中で全然いないですよ。難しいです。いや僕は全員行きます。1ヶ月だったら全然行きますよ。いやいや、まあ、あえてそれ言えたら全員行けんねやろ。それはもうね、もうそれはまあまあもうないくらもらえんねん。この中とも俺マリリンやろ。いや同性じゃない、同性じゃないですか。同性じゃない、違う意味の同性じゃない。師匠とかもうめっちゃ格上の人の方がいいかも。うまいこと言ってる。いや、そういうね、要は気遣いができるかどうかだと思うんですよ。はいはい、学生の時に東京に言った卒業旅行みたいなのがあったんですよ。うんうんうん、ほんなね、渋谷のホテルで部屋割り、うん、誰と誰が同じ部屋になるか。うん、じゃあここの部屋は2人部屋、この部屋は3人部屋。うん、で一人ね、K 君ってね、まあ留年してて2歳上なんですけど。K 君がちょっと皆からもうちょっと肝がられてたんですよ。うんうんうん、露骨に俺は K と一緒の部屋嫌やとかいうやつもおったから、うんうん、かわいそうやし、うん、俺が俺 K と一緒の部屋にしてくれと、うんうん、なったんですよ。かわいそうじゃないですか。うんうん、ほんで工場見学とかした後みんなで飲みに行くと、うん、遊びに行くと、うん、さっきちょっと汗かいたしシャワー浴びる、うん、なんか僕がね2歳上やから、うん、K さんにどうぞ先にね、シャワーしてくださいと言うの、うん、ありがとう言うてシャワーしはって出てきて、次僕が行ったらその K さんの K がそのシャワーのところにいっぱい付着してるんですよ。 K さん、それは流しとかの、お前なあこら年上やのにもう俺は気ぃ使って、お前と同じ部屋なってんのに、この K なんじゃこら言うて、だからもう無理ですわ、その K とは住めませんね。そういう人さ、気遣いですよ。気遣いね、お互いを、ね、ちゃんと K も流せと、 K も流せと、 K の K でややこしいですよ。いやだからその K にせん方がいいよ、今 A でええやんか。ややこしい。 K は異常に本当に家業の人だったから、経営以外だったんで、経営の経営、中国の人だったの。違いますよ。お前言うてん、家業の人。いや家業じゃ、家業、家業、ややこしい。木村とか川田とか、ごちゃごちゃになっちゃった。もう会話だよ、もうこび合っちゃった。金さんなんかな、金さんなんかな、ややこしい。このところ連日中 YouTube で鶴瓶師匠の日曜日の袖を聞いています。興味深かったお話がありました。毎週若者たちが日本放送の玄関口で市長の、入り待ち出待ちをしているそうで、その中の一人の、弟子入り落語志願者でなく、市長のそばにいたい志望という方がおられました。私はその気持ちは分かるような気がします。お相手役の上柳さんの解説通り、メディアで放送されていない何か全く一般の人には見出せないできないところの面白いのを知りたい、経験したい。今の私は、ダメですけど、私も20歳ぐらいだったら 2,3 日だったら師匠のそばにいたいのが希望ですと、はいはい、何か起きるということなんでしょうね。うん、私が、うん、私が何か起きる、女性でしたら何かなるでしょう。それはまあまあ女性、いやまあ男性が多いんですよね。うん、まあ、男性でもやっぱもうパートナー契約がね、今渋谷区でできますから。男性大嫌いですよ。そのそばにいたいというのは何でしょう。あれがそうやんか、
そばにいたいの最初は平家、ああ平家兄さんですね、うん、あ平家、ただその方がでも何十年もねやってらっしゃるわけですからね、そば、うん、にいたい、まあ、平家は今そばにはいませんから、ね、そうですねあんだけそばにいたい言うといて、ね、あんまりけえへんもん、長いこと、長いことはお前そばにいたい言ってたんちゃうの生活に追われてるか俺そばにいたい、子供3人いますからね、すごいな、無鉄砲に産むからやん、そんなもんお前無鉄砲に産むな、一人っ子政策すればよかったね、はい、そうですね、今までね子宝ですからね、恵まれてるんですよ、幸せな結婚ですけど、うん、まあまあそうか、羨ましいですよね、それはもうですよ、独身の僕からして羨ましい、三人の二人やろ、あ二人すみません、二人二人すみません、一人増やしたどこややこしくなりますからね、一人増えて隠し子が一人おるみたいな、いやだからそういうことが割と起きますから私の場合はね、要はまあもう本当にいろんな電話かかってきますよ、まあそれでもまあそれがちょっと心の闇を持ってる人やったら、まあ、話ぐらい聞いてあげてええかなと思うわけですよ、優しいな、邪険にしありませんもんね、うん、いやいやだから誰やのって言うたら、昨日もあのこうこうこうやあそうでっかと、うん、何って言ったら、あのだいぶよくだいぶ気持ちも晴れましたよって、ね、あ、うん、カウンセリング、そうそうそう、あ、いやでも気持ちも晴れました、だからあの京都のね、なんかあの、何ゴリラかなんかがポンポンと押したら正解出したらなんかっていう ゴリラの動物園があるんで、はいはいはい、そこへ行ってきましたっていう、はいはいはい、そうでっかいんで何の報告だよ、いやでも気持ちが晴れるのよそういう人も、うん、聞いてもらうだけでね、これ聞いてあげるだけでだいぶ変わるんですね、そういうことで、で先生がそのカウンセリングの先生がものすごい変わったと、まあもうものすごい、まあ、うつやったんですけど、はいはい、それがものすごい変わってこうやって俺にも電話できるようになってできたいんですね、うん、それはもう嬉しいことやんか、うんうん、いやそれは師匠に聞いてもらえるってね、うん、すごいこっちからしたら安心するし、悩み事でも、で師匠に大丈夫やって言われたら、うん、その大丈夫の重み全然違いますからね、まあ、はい、そうかもしれない、そうかな、いや全然違いますよ、うん、そら大丈夫やの、はい、いやまあそらね、普通のおっさんに言われるの同じね、年の普通のおっさんに大丈夫大丈夫や大丈夫やって言われるのと、いやでも落語家の場合、はい、昨日でも降りてきてあのトップのトムがちょっと自分を受けてないように思ってたから、お前とんでもないことやで、あの出だしすごい良かったからっていうのを言うと、うんうんうん、すっと楽になって次行きやすなるのよ、うんうんうん、俺らにはそんなん言うてくれる人誰もいないですからね、はいはいはい、ね、もうだってそれはね、もう一番上の方ですから、うん、上の方だってもうこうして良かったでって言うてくれや、いやそれは歌丸師匠が良かったよっていうのもなんかちょっとね、師匠に言うの、僕らが言うていいんですか、いやいや僕らが師匠良かった良かったですわ師匠今日のけど降りてきて弟子全員に良かったっすわって言われてる師匠見たくないですよ、ね、もうなんか嫌なもん見たなと思いますよね、みんなもみ消しながらお疲れ様でしたっていうのちょっと見たくないな、うん、いやいやでもまあまあ それはあれですけど、やっぱりそうやって聞いてもらうことが嬉しいでしょう、うん、うん、みんな人間って寂しいやんか、まあね、うん、ね、電話かかってきてそれで邪険にされるの嫌やろ、嫌ですね、雑に扱われるのやっぱ嫌ですからね、そうやろ、はい、全部そうやと思う、みんなちょっとどっか心の弱いとこあるやんか、うん、うん、なだからそういう意味では銀平がおるいうのはええんやろ、僕、うん、いろんな相談ね乗ってもらったり、うんうん、いろいろ助言、こう言うても いろいろ助言いただいて、助言してくれたよ、はい、どんな助言の、えあでも聞きたいな、どういう助言を一番心に残って、些細なことですよ、まあ、うん、ね、いろいろ大阪連中がありましたからね、うん、その時もすぐ駆けつけて、いやだから僕が言うてることは、僕が師匠から言われたことと同じことを言いました、師匠は僕に前にマイナス実年齢マイナス10歳でいけって言わはったんですよ、へ、まあね、40ぐらいの時に、うん、もう40やけど30歳は思ってやれって、うん、それ言いましたもん、うん、彼、いや俺でもそうよ、それまあ今そういう気持ちでずっと言ってるよ、うんうん、だから30実年齢したら54年、うん、そんな変われへんいやいやそれでもね、だから35って彼がね、ケイスキが35と思ったらさあ35やどうしようって焦るじゃないですか、はいはい、そうじゃなく、うん、25と思って25やったらまだ飯食えてなくてもええわってなぐらいの気でやれへんと、うんうん、この間たまたま A スタジオに、旗本博
旗本博さん、旗本博が来たんですよ。旗本博さんだと吉田の人になっちゃうので、旗本博、旗本博ですね。うっさいな。いやいや、これは大事なこと。人の名前もね。旗本博ね。旗本博さん。全然また別の方かもしれない。旗本博士かもしれないしね。新幹線の車内で駅弁を食べるのは良いけど、肉まんじゅうやハンバーガーを食べるのはやっぱり遠慮すべきではないでしょうか。匂いがね。はいはい。美味しいんですよね。大阪といえば有名な、豚まんが、抜群に美味しいですが、でもマナーとして新幹線の車内で食べない方が良いのではないでしょうか。はい、それは思いますね。ね、やっぱりまあ自分一人の空間じゃないからね。良くないと思う。けどまあ臭いとやかましいはどっちや。ああどっちだ。究極臭さにもよるかもしれない。いやただもう臭い食べ物の匂いだったらまだマシですよ。たまにね、あの土みたいな足の匂いする人いるでしょ。靴脱いでるやんっていう、誰やねんっていうのね。臭いのが嫌だ。嫌ですね。もうそれはもう大衆は嫌です。大衆はもうそれだったら全然豚まんの匂いは全然いいです。まあそれはまあそれ全然食べ物です。やかましいのはまあやかましいのだからまあこれ言っていいのかな、子供さんの泣き声とかね。あ、そんなん全然、子供の泣き声って俺全然ほんまにね、いや孫もおるしあれやけど、なんかねすごいいいんですよ。可愛いなと思いますけど、これなんかこうお母さんがあのちゃんとあやして気遣ってたらいいですね。その姿があるだけで違いますね。たまになんかもうほったらかしにして、ね、携帯いじってるのか。それはまあありませんからね。最悪やなって思います。そんなんじゃなければ匂いはそんなに、食べ物なら OK ですよ僕は。うん、食べ物、あの俺は逆にその人の匂い、おっさんの匂いあかんよ。はいはい、ね、女の人の匂いはもうそんな全然いいじゃないですか。お、全然全然全然いいじゃない。そんなもんもうあの悪いものじゃないおばはんの結晶の濃いこの香水のもうおばはんやで、なぜ香水の水のやつが粉っぽくなる匂いがあるのかってよくわからないね。成分変わってんちゃうかっていう。逆に女の人はその男の人の匂いがいいと思うの？まあ、マリリンはでもね、なんか私は多分その土の匂いとかやったら逆に席変わりましょうかって思うくらいの理想には大丈夫。うっなりますよ。だってマリリンはあの爪の間の黒いやつ取って匂うぐらいの人ですからね。そうそう、男の人もね。どういうこと？分かってるわ。自分、男の人の？そう、爪楊枝とかでちょっと掃除させてもらって。気持ち悪い。俺足の親指のとこいつも溜まっとんねん。今もあるわ。それめっちゃ臭いですよ。臭い、知ってるわ。知ってるわ、臭い。気持ち悪い。そういうカレーの匂い、全部なんか臭ければ臭いほどテンション上がってくるっていうか、テンションが上がってくる、くっさーみたいな感じなんですよ。へー、なんかそういうね、ごっつい、あ、映画あったんや、あの映画、うんうん、足のそんな匂い、足のつまり、そんなね、ごっつい、すごい嗅覚の、すごい嗅覚の男のフランス映画あったんや。それで香水作んねんけどな、パフュームっていう映画、まさにパフューム、パフューム。そんな、ごっつい嗅覚なんですよ。蛇行の匂いって臭いですからね。蛇行、ああそうなんですか。蛇行鹿とか蛇行鹿、蛇行鹿の匂いがシャネルの5番とかそうですから。薄めるとこういい香りになったりね。そうよ。原型をこう匂うやんか。で、ちょっとものすごく臭いもん。きつすぎるんだ。そうそうそう。あの牛糞の中にはバラの香りの成分が含まれてるって研究がね、メッセージでいただきましたけど、それを生成する研究をされてる女性の研究員の方がいらっしゃるとかね。だからそういう臭いのは、あの臭いということがええ匂いっていうのの感じになる。臭いのも、いやだからね、臭いのもね、例えばで、我慢できる臭いの、僕ね、やっぱり口臭は飽きませんわ。口臭ですか。もう海老蔵さんの歌舞伎見に行った時、隣のおばちゃんが海老蔵ファンで、海老蔵さんがなんかするたびにふわーうわーって言わはるんですよ。もうそのためにもうへも言われの香りがね、来るんですよ。熟成された樹液かなんな、それでももうたもうエビゾあんまりやらんといてと。女の人おばちゃんの口臭やで。いや、ちゃんの口臭、どんだけ綺麗な女の人でも臭いもんは臭いですから。そうです、臭いもんはダメですよ。それダメでしょ。あのずっとあのケースがじっとですね。歌詞考えた。いやいやいや。それでも書けるんですか。いや、なんかどんな臭い匂いでも好きな人ならいい匂いになるみたいな歌詞を多分もう決めてるよ。どんな歌ですか。一曲やってもらう。一曲やってもらう。最近のやつ。最近作った歌。ケイちゃんトイレで歌った歌。にしましょうか、どうしましょう、はい、お題も、いや、クリスマスの歌、クリスマスやろにします。
リスマスやな、はい、今年クリスマスはあの、まあ、あれやんな、ここです、ここやん、はい、あ、そう、サイレントナイトアゲインという曲です、はい、これはその、はい、あのサイレントっていう部分を思い出して作る、先に作るわけですか。これはそうですね、クリスマス流れでずっとこう、そうです、そうです、クリスマスの歌はこれだけやの。いや、 いろいろあります、あ、 いろいろと、うん、季節もんですからね、季節もん、季節もん、他に季節もんない、何あんの、何、冬は冬、お正月みたいな、お正月、お正月はない、 あんまりお正月、お正月の歌ってそうじゃないですね、あんまり聞いたことない、なんか作ってほしい、作ろうかな、うん、ね、クリスマスソングってまあ毎年流れますからね、1個だったらね、もうどんだけあのマライア・キャリーさんの歌どんだけ流れんねんいうぐらいで流れますからね、山下達郎もそうですね、そうですね、ねえ、あの人のもまたうまいことね作ってるもんね、うん、で人が変わるやんか、また今度ね、そのあのあカバーでね、カバーで、そうですね、また予算が再確認されますから、ね、そう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 、経験、人生経験豊富なヤンタンの皆さんに相談ですが、はいはい、職場の上司と食事をしていた時、一つの皿で一緒に食べていたシシャモが一匹残ったんです。どうしたらでよいでしょうか。上司に最後のシシャモを部長が召し上がってくださいと言うと、君が食べなさいと遠慮されるかもしれません、うん、しかしそこまでしてシシャモを食べたいとも思いませんはい、はい、とは言ってせっかくここまで育ったシシャモを一匹だけ残してしまうのはシシャモにもかわいそうやと、上司に気を使わせたくないんですが、どうしたらよいでしょうか。なるほどね、難しいですねこれはね、迷うようなことなのか、どうぞって、ね、じゃあ どうするんですか。いやいや別にだって置いとくんですよ、でも違う皿が来た時にこうあの動かす時にやったらいいじゃないですか、取ったらいいじゃないですか、あこれも皿下げてくださいって言ったらいいじゃないですか、すごい自然ね、まあまあ自然ね、そんなんは僕らやっぱ、うん、ね、声出しますけどね、食べますよとか、はいはいはい、みんな食べるよとかね、でそれよりもあの帰る瞬間がね、はいはいはい、うん、まあその全然違う話ですけど帰らないんですよ、うちの打ち上げが。そうですね、ダビ使いね、みんなダビ使いって、いや先帰るっていうのは失礼だと思うからいやいやいや、そんな師匠が楽しいからね、分かった、ものすごい盛り上がっとんねんから、うん、なあ、うん、昨日すごかったですもんね、めっちゃ盛り上がった、でもう12時でしょ、こいつは電車もないのどうすんねんと、ね、でも帰れって言うたよ、もういつもそうよ、もう帰りますって言って帰りますもん、ね、もう俺帰りますよなんかね、あれ本当になんとか誰か仕切ってほしいわ、でもいいタイミングで帰りますっていつも言わはりますよね、まあまあ言いますよ、このピークに盛り上がったところで帰りますやから、みんなああ楽しかったってわって帰る、かっこいいとなるんですよね、うん、そこでね、なんかもうまだ終われへんのかなみたいで帰ると違う、うちの打ち上げはもう全然挨拶ないですからね、実は高校でこんなんで、はいはいはい、よーみたいなないですかね、打ち回しをないですかね、全然全然したことないですね、ものすごい恥ずかしい、恥ずかしい、始まってば終わるって、そうそうそう、全然あのそう打ち上げはもう何でもここに喋ってる感じですからね、あれがいいんですよ、いいですよね、和気あいあいとした、たまに師匠があの一人で料理食べてる時あります弟子、弟子何しとんねん、弟子みんな盛り上がりすぎて、鶴瓶さんが各テーブルを回りますもんね、披露宴みたいにね、本当にまあでもね、回ってこられても気遣うから、まあ、あの打ち上げのさ最後の言葉ね、もういやまあもちろん早く帰りたい時もあるやんか、うんうん、いやでもすごいですよね、打ち上げで独演会の時に回ってみんな盛り上げてわー楽しくして帰るっていうのね、すごいですよね、いろんなやり方でもあるじゃん、兄さんもの打ち上げもそんな感じでわっと盛り上げるじゃん、いやいやけどまあそれはね、僕らはなやっぱりその師匠を 見させてもらってますから、うんうんうん、そういう打ち上げのとこで育ってふんぞり変えられへんよ、そうですね、それはありますね、やっぱりふんぞり変えてないの、全然ふんぞり変えてあのどうなのケースふんぞり変えてない、ちゃんと言うてくれよ、ちゃんと大丈夫です、ちゃんと大丈夫、ちゃんと大丈夫、カレーやないか、ふんぞり変えて、いやいろいろ聞いそれで焼肉焼いてあげるんですよ、僕めっちゃ不器用な、自分の独演会の打ち上げで僕が焼いて分けてあげるんですよ、それはある意味兄さんお言葉返すようですけど、ふんぞり返ってるように見えますからね、なんでやなどこがつまりその自分の焼き食べて食べてやって終わりやでみたいな感じ、違う違う違う
あれ迷惑やん、入れられるの、ね、ありますね、こういう時は回ると食べたら嬉しい時もありますけど、あれ逆嬉しい、いや師匠と奥さんとハマン行っても絶対じゃしませんから、それはもう全然しませんよ、言うやろと思って、分かった、よっしゃ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 、もう何のあれなんですか、いやいや、はっきりしとかな、それははっきりしとかな、こっちも迷惑やから、そうですよ、多いとね、そんなにタン好きやないのね、俺はカルビが好きやね、早く行きたいのにひたすらタンが来る場合ありますからね、タンばっか来る時あるから、そんなもタンもいらんね、全部ちょっと余裕持って買ってるから、いらんねんね、ほんまにそれだけ言うとこは難しい、それ親切がそうじゃない、まあそうやな、親切大きなお世話やな、お世話は難しい、わかりました、出たことだんだん、出たことだんだん出た、今巨大小惑星が地球に接近してるそうです、怖いな、衝突の心配はないそうですが、もし近い将来その地球が小惑星に衝突するというニュースが報道されたら、皆さんは何、いやそんなことよりね、はい、まあ、こ例えば子供がこれなんていうの、月とこれとか重なる時にどっかで見れるとか、オーストラリアで見れるとか、月食とか日食とか、そんなの見に行かすタイプ、一緒に見に行くタイプ、金環日食とかありましたね、俺も全然いない、全然興味ないです、うん、なんでそれ、そら重なる時も来るやろと、あ日常だろ、回ったんやから、子供をここにこういうのを見に行かそうとか、そんなん、思わないです、ね、おー一緒一緒、子供が思えたら、お前大きなってから自分で行けと、うん、そんなんずっと一緒に連れていく人おるやんか、いますね、流星群とかね、流星薬師の何の興味もない一緒よ、それは一緒やな、まあ、お父さんが興味なかったらね、うん、このまま行かないんでしょうけど、なかなかね、あれでもまあ必死にする人いるやん、子供を、いや子供になんとかこういうのいろんなものに興味、何十年に一回やから見せようとか、うん、めっちゃ多くないですか、そう多いねん、ねえ、まあ、去年も聞いた気がするんやけどな、ね、それ見ればそうやね、70年ぶりの猛暑とかね、そんなん見さすタイプなの、僕はそういうのは結構好きなので、流星群とかは見ますね、それ日食とかはそんな興味ないですけど、やっぱ流星群は綺麗ですからね、わーっと、本当今年はスーパームーンとかね、スーパームーンめちゃ話題になりましたね、綺麗な天気良かったから、スーパームーンどこで見れた、もう日本中で見られました、真っ赤っかな大きい、ほう、月がまあ普段よりも大きく見えるという距離が近いからね、まあ、そんな分かりやすいのはええわな、けどあえてこう待ち合わせして見に行くとかいうのはないですね、たまたま家で見れるから見ようみたいな、好きな人おるやん、好きな人いますね、全然そう、どっかの島が一番よく見えるとか、ね、それを連れて行く人おるけど、全く、まあ旅行行くきっかけのにしたいだけなんでしょう、そのなんやロケットこの間上がったやんか、種子島の ね人工衛星ですか、なんていう人工衛星、あれなんていう人工衛星、なんだっけ、あれ気象衛星じゃない、あれは気象衛星です、うん、新しくなるっていうやつだったと思いますけどね、うん、あんなもうまあ非常にまあ冷めた言い方ですけど、まあ、全然興味ないわMBS は中継しましたよ、まあ、あれなんかあれがね、あんまりそう身近じゃないですからね、うん、でももうそこまで行って種子島で行って見張る人おるやんか、うん、あそんな人いるんですか、生の映像で見てたらすごかったですよ、やっぱりそう上がらない上がらない上がらないってずっとこう溜められてドーンって上がった瞬間は、うん、おーってやっぱりみんななりましたよ、まあ、まあそこに居合わせたら一緒に言うよ、何がええねとは言わない、おおH2O ロケット、それ何がやねんって言ったらもう本当に空気読めない、ね、H2A ロケット、うん、はいはい、何号、29号、いやいやそんなんじゃなく、俺何やら言うて帰ってくるやつあったよ、はやぶさやろ、はやぶさどうなの、帰ってはやぶさどうなのってどういうことですか、はやぶさが上がったんちゃうのこの前は、いやではないですよ、ね、今回のは帰ってきてすごかったっていう話ですか、何やのその H 何、 H2A ロケット29号、なんでそんな名前、もっとちゃんとしたエンちゃんの、はやぶさとかまささびとか、まささびまささびマササビってなるんですよ、マササビでもなくマササビですよ、マササビ、ネガサビで、マタタビかまし、猫がついてる、いやそういうちょっと身近なそのあ、まあ、相性みたいなね、今回あったんですけどどうなんでしょうか、マタタビいいかもしれない、マタタビ気象衛星、マタタビやかまし、なんかならず者みたいになります、ならず者、どう言うたら飛んでいくような衛星、何やったはやぶさですか、はやぶさ、あれ調査機ですけどね、探査機映画なんだって、そうじゃね、入ってきてね、あれ業者映画なったけど何の興味ない、うん、宇宙旅行今行けるじゃないですか、アメリカとか、行きたいな、はい、どうですかお金で、宇宙全然興味ないですか、うん、宇宙旅行行きたいよ、だって行ったら何もあれ
体ファーッと浮いてくるんですよ、うん、そうそうそう、いつでも浮いとるかっこいい、いつでも浮いとる、今のは初名言ですよ、めっちゃ名言ですよ、いつでも浮いとる、あら心の小宇宙ですよ、あら、あんな全然興味ないよ、宇宙は興味ない、いや一回だけね行って下田もなあったんですよ、ねえねえ滋賀県のね、宇宙じゃないなんだよ、ね、大ニュースになってます、大ニュースになっとるわ、一回って思ったら、ね、日本人見に行った、宇宙落語、宇宙落語、滋賀県の、ね、座布団に座って浮いてる前やねそんなんもいかへんしやな、そんな大きな話持ってへんそんなことはない、そんなこと滋賀県のなんか話やん、滋賀県の何やん、まあ、また力出しませんよ、もうあもうすぐ諦めちゃった、いやいやもうそんな問題っすわ、どうぞ、滋賀県そんな思ってない、京都から30分以内、京都から30分以内、じゃあビル、ビル、幽霊ビルがあったんですよ、もうぜあ立ちのもうごつみたいな、幽霊ビルの前に、ね、幽霊ビルを爆破で壊すと、もうこあのヨーロッパとかありますやん、ああの爆破してガーってうまいこと壊す、それをやる言うから桂若葉と見に行ったんですよ、20年前に、それは何やの、それはあのテレビ関係なし見に行ったやん、もう全く客として、うん、まあ、入場料取ってませんけど、うん、それはテレビ局も来てたわ撮影でね、そんなに珍しいから爆破でビルを壊すなんていうの、ほないっぱいなんか爆薬ダイナマイト仕掛けて中に、要はこう綺麗にぐちゃ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 となるという、ほなぎょうさ田んぼとか畑にも1000人ぐらい集まって、みんな見に来て、198ね、3、2、1、ドーンみたいな、なんかこうぐちゃぐちゃってなるのが理想やったんやけど、なんか横にコテンって倒れて、大失敗やんと、なんやねんこれって、コテンって、それすると面白いかもしれない。じゃあ幽霊の仕業や。幽霊の仕業だ。どうしようか。それでもうそれで終わりやからね。はい終わりですと。もっぺんやりますとなりませんもんね。ほんでもまた個性線乗って帰ってやな。また個性線のなんかどの駅忘れたけど、今日どういうとこまで行って、なんやったのこれと。はい、頑張ってよかったな。いやいや、だからほんまに。そういうでも幽霊の、まあ、ビルが壊れるのは別にあれやけど、幽霊が住んでるところにはちょっと興味あるね。怖がりですやん。怖がりやけどちょっと興味ある、ね。怖がりですか、ロケ行った。どこ行った？北野誠さんと新宿さんがやって、あの廃墟の、誠アイナ好きなんや、はい、廃墟となってる病院やったかな、病院ホテルかな、行った、行きました。もう入り口ないんですよ、もうなんかもうちっちゃいようなところをかき分けて入っていくんですけど、もう階段とかも全部崩れてて、でそこで登って崩れちゃって下敷きになっちゃった人もおるっていう話にもなってて、窓ガラスが全部ないんですよ。ないの。だからある一部分だけ、窓ガラスないから全部寒いのかと思いきや、一部分の水場だけほんまに寒かったりするんですよ。でエレベーターとかもあるから、エレベーターがいきなり開いたらどうしようとか、で女の人の声が3回ぐらい聞こえて、どんな声なの？なんかね、あのラジオの声から聞こえてくるっていうような、なんか潰れたラジオからかすかに聞こえてくるような、はっみたいな女の人の声が3回みんな同じ同時にへってなってっていうのがありました。いやそれなんかあんねやろな、あります。でもほんま怖いです、あれは。それまだ今でも残ってんの？今でも多分あると思います、そこには。どこ、何県？ね、京都と奈良の県境。ああ、木津川やな、にあります。いや怖いな。そんな番組やらはったらどうですか？俺絶対嫌や。家族に乾杯。家族に乾杯。いや今そう興味あるね。興味あるってよ。幽霊にも乾杯。幽霊にも乾杯。幽霊に乾杯。乾杯。個人的に行くのはちょっとね、あのあれやけど、そのテレビで行くのは嫌やわ。いや昔はそうやってましたよね、そういう。そういや、番組で一生懸命築き上げてたのに、なんかうさんくさいように思われる。急にね、心霊に乾杯。心霊に乾杯。こんなもするなったら、うさんくさいように思われる。急になんか黒もんつきばっかり来てる。目がまあちょっとうさんくさい思われてる。そんなことはないでしょ。ケースがそれじゃあもう一曲。じゃあ幽霊にまつわる。いやいや、何でもある。歌いに来たんやろ。あ、はい。この間あの銀平さんと去年か、渋谷で佐野元春さんのライブを見に行ったんですけど、その帰りに駅まで歩いて、挨拶したん、佐野さんに。いえ、してないです。普通に見に行っただけです。お前してないの？お前ようそんなすねんが、
笑福亭銀平ですってお前知らんわい。さすがにそれはしません。そんなんされるんですか。そんなんしたんですか。営業上手の社長ですね。あ、私第4回繁盛で大賞受賞の笑福亭銀平言わへん顔が名刺が。そんなんよ、ないっす。だんだん城南電機が社長に見えてきます何も言うジャケット買おうか私ケース持って。あ、そう。その、 あの渋谷公会堂から渋谷駅まで歩きながら見た風景を見ながら作った、帰って作ったんですよ。12月っていう曲です。ケースコードはいろんな歌があるよね。すごいですね。ギターの音も全然違いますね、曲によって。はい、そう、本当にすごいなと思いました。今見ていて、よしやろ見ちゃった。社長よろしいです。あの城南電機の社長と社長よろしいわ。立ち飲み屋の空気に戻りますから。すいません。そうそう、雰囲気壊してるよ。今余韻をすごい楽しんでるのに。お茶ふーっとしてたのよな。急にで立ち飲み屋でなんか乾杯したような。あかん、一人で笑ってるけどね。何笑ってるんすか。狙い通りやな思って。狙い通り。一人のあのミュージシャンを壊そうと思って。いや、壊してない。壊してないですよ。ダイナマイトで。ダイナマイトで。虫がけんで。コテンって。コテンって。コテンって。ボーンと飛びゃいいけど。コテンってなって。全然あかんやん。いやいや、ね、そのなんてカウントダウンとはやらないわけね。今年かね。今年はカウントダウンがないんやね、話がちょっとどっか、そうなんですよ。まあまあでもまだ始まったばっかりですからね。うん、2人でやるとかそういうのあるの、カウントダウン。カウントダウンで26日にやるので、26日にね、全然カウントダウンできる。だいぶカウントしますよ。だいぶカウントしますね。5日間ぐらいカウントダウンするんだこれ。結構日めくりカレンダーみたいな。これは何をすんねんだ。だから歌うんですやん、26日土曜日、おとぎ話、歌って喋るんです、うん、音ね、音、ギーはギターのギーで話でしょ、歌って、トークアンドライブですね、ケースケ銀平おとぎ話、12月26日土曜日、夜7時から喋るは普段のことを喋って、そうですね、行くというやつですか、はい、そうです、まあ、ゲストに、まあ、ピアニストが来たりとか、そうです、ハマンのマスターの息子がベースを弾きに来たりとか、いろいろ。いいんですよ、いいベースなんですよね。予約3000円でただいま受付中でございます。お問い合わせはフィルインまでお願いいたします。06-6371-8880 06-6371-8880 なんか雑草が入ってきた。ちょっと今の音ですか。今レイヤーの音がおかしいんじゃない。06-6371-8880やっぱりなんか幽霊がいるんですかね。不吉ですね。怖いな。不吉ですね。もういいよ。もういいよ。80人ぐらいからね、すぐに集まる。来年はどうすね。来年は、来年また大きいライブを考えてまして、ね、はい、へえ、ね、2015年、はい、ね、2015年どんな年やったの、福ちゃんは。いや、今年でも鶴瓶さんのおかげですごくいろんな方に会えたなとは思いますね。あの、学生の時からずっと三座さん、私実はすごく好きだったんですけど、ラジオにあのたまたま来てくださったんですよ、ね、あの時はものすごく興奮しましたし、この間の土屋アンナさんも、はい、楽しかったし、いい年でした、はい、いい年やった、はい、マリリンはいい年でした。何や手紙やお前、手紙や、手紙書いてくれた。あ、それでは、まあ、最後、マリリンの手紙をね。あ、その前にコマーシャルをお願いします。マリリンがどれだけ文章力があるかっていうのを、はい、まあ、はい、真面目に本当に書きました、はい、先週の宿題でした。はい、はい、いきます。背景、鶴瓶様、2015年本当にたくさんお世話になりました。たくさん笑わせていただき、ハッピーな1年をまた過ごせました。2016年はヤンタンで合宿がしたいです。立つラジオをまたしてみたいです。落語を聞いてちゃんと理解したいです。そして鶴瓶さんのような海並みに心の広くて人に優しい人と出会いたいです。2016年もハッピーをください。よろしくお願いします。ちょっとなんか鶴瓶さんみたいに海並み
海波ようなようにって分かんなくなっちゃって、うん、海波みたいなみたいな、海と波でなんかややこしいし、海波って海の波だから、海が産んでるんかも、海でやる、海でやる、海が出てるんかな、ね、出てた時もあったから初ラジオも